今回は物語シリーズ第3話、なぜ物語に対するネットの反応、感想を紹介します。ではご覧ください。コビナデコは推しが強い。小悪魔のコビナデコが妖怪になっちゃうのはまずいよね。手ぶらで待ちぶら笑った。カンバラとオイクラさんの登場が懐かしかったわ。オイクラさんと話してる場合じゃないだろ。手ぶらの裸車で徘徊してるルマナデコを早く探せよ。オイクラさん変わりすぎて誰かと思ったんだが。ハヤミントザーさんのオープニングってまだ誰も思い出してしまうじゃないか。めちゃくちゃ歌うまくなったがな。コビナデコ回収。ルマナデコが手ぶらで待ちぶらに笑ってしまった。もはやただの変態露出狂。オイクラ育ちを見ると今でも胸が痛くなるわ。演出や表現方法も令和らしいものがたくさん散りばめられていて進化が止まらない。シャフトは天才奇才。オイクラ育ち可愛かったなぁ。え、やばい。なでことおののきちゃんの歌良すぎんか。神曲がまた生まれた。物語シリーズ神曲多すぎよ。化け物語時代とかなでこちゃんのことあんま好きでなかったけど、なぜ物語で過去の自分と折り合いをつけて進んでいく成長したなでこちゃんは大好きだし、尊敬する。おいくらさん、おっとりしたけど基本キャラぶれてなくて草。なでこ可愛さから卒業するみたいな話じゃなかったっけ？あんな超可愛いオープニングでいいのか、相変わらずおもろかった。キャラの個性強くて飽きないわ。原作読んだ時はこういう過去の自分を振り切って成長する話なんか既視感あるなぁと思ったけど、絵がつくとやっぱりなでこは花があっていいね。演出がこれじゃないと物語シリーズじゃないってくらいマッチしてる。おいくらと戦国なでこは知り合いだったのか。おいくらマジでよかったなぁ。優しい大人のお姉さんって感じで頼もしかった。物語シリーズはほんと唯一無二。怪異とかキャラ萌えとかオシャレ演出とかてんこ盛りで、その上で青春のリアルな感じが伝わってくるの。アニメでも描写してたわ。育ちロスト、なでこはおいくらのこと覚えてたのを電話で話してた。オープニングであやとりのワンカットが入るところ泣けたな。あららぎくんへの恋心こじらせて蛇神様になったなでこを、あららぎくん自身が正義感で助けようとしてたのに対しわきまえろ。とカッパ、なでこには、生きがいに対する視野の広さを説いて、なでこの人生を変えた怪奇。その思いで、カンバラするが、おいくら育ちと懐かしい面々の登場は嬉しい限り、おいくらは特にその物語が切実だったので、今のおいくらの姿は嬉しい限り。いやぁ、やはり面白い。独占配信なのが少し残念ですが、だからこそこのクオリティを維持できているのかもしれませんね。カンバラの声、久々ながらおかわりなくて感激。前回は憎いってしかセリフなかったしな。さすが沢代先生。そして育ちお姉ちゃんかわゆす。おいくらさん、あららぎさんが絡まなければとっても優しいお姉さん。なぜ物語オープニング可愛かった。コビナデコに嫉妬してしまいそうなほど今の自分とは違う。育ちさん噛み切って印象変わったけど変わらずだね。それにしてもルマナデコどこにいるんだろう。おいくら育ちもショートヘアになったんだな。西尾維新ってほんとショートヘア好きだよね。いや、ショートヘアにさせるのが好きなのか。誰がおののきちゃんと戦国ちゃんのデュエットを想像しただろう。最高です。おいくらとなでこはどこで知り合っていたの？細かい内容をすっかり忘れているな。夢に向かうなでこの姿と、そんななでこを不器用に応援してるおののきちゃんとの友情を、なでことおののきちゃんのデュエットでとか最高じゃないか。原作でもメタ発言でアニメ化は無理と言われてたブルマなでこもよく映像化したなと驚いた。人は変われても変われなくても、どんなことがあっても、そう簡単には人生は終わらないという、そこはかとなく前向きなメッセージが込められたエピソードでしたね。手ぶらで待ちぶら後の日常生活はなかなかハードモードだろうけどな。ついにオープニング解禁。いやー本当とても可愛い曲だった。前の化け物語と似たような印象でしたね。それと育ちさん登場で一瞬誰ってなったけど、まあ相変わらずの感じだったね。ルマナデコ見つけることできるかな。恋愛サーキュレーションを含ませつつ、今のナデコちゃんを表すすごく良い歌詞で、メロディラインも好みだ。ゆるいオープニングがめちゃくちゃ可愛い。てかいきなり手強かったなぁ。奥義ちゃんいなきゃ所詮敗北もあったんじゃ。
ハンラノルマナデコ大家庭では懐かしいカンバラとオイクラ登場に感激。オイクラは何か良いこと言ってた。ルマナデコが向かう先はやはりあそこ、楽しみすぎる。オイクラさん登場が今回一番びっくりしたかも。順風ではないけど地に足つけて生きている感じがしてよかったな。カンバラさんはなんだろうな、出てくるだけで感じるあの謎の安心感。次回、コビナデコよりはるかに大人デコの方が厄介そうな雰囲気で楽しみ。3話めっちゃ面白かった。自分の別な可能性を実際に見せつけられるってなかなかきついものがあるよな。今の自分のありようというのかな、刺さる人には刺さるお話でもあったと思う。なでこには嫌なこった。お最後まで貫いて、ひたむきに夢を追いかけ続けてほしい。大学生になったハウマッチさん来た。なでことはある意味似ているこの人だけど、転校していった直後の話をアニメでやってないが、それをやってればもっとおいくらさんのセリフに深みが出たかもしれないんだよな。あと関係ないけど外羽ボブのおいくらさん可愛い。ってブラブルマ後輩はアウト。大学生のおいくらさんは大人になって帰ってきたな。なでこでも覚えているのにどうしてあららぎはおいくらのことを忘れたのか。怪異か何かのせい？オイラーが優しげに振る舞っててちょっとびっくりした。節々で変わってないことは全然わかるけど、なでこと四つ木のオープニング良すぎ。恋愛サーキュレーションみたいで好き。オイクラ育ちって昔はラスボス感が強かったが、今はちょっと怖いくらいのキャラに落ち着いたな。いろいろなオマージュや過去作とのつながりを感じるシーンが散りばめられてて、制作陣の愛が溢れまくってる。1話の密度がそこらのアニメより数段高いな。オイクラ育ちさん、カンバラスルガさん、お久しぶりだな。めっちゃオープニング可愛い。ずっとリピートしちゃう、進まない。とりあえずそのパペットもらってもいいですか。3話視聴しに行ったんだけど、オープニングでテンション上がって1回止めて戻ってきてしまった。これぞ物語シリーズだよ。好き。親友デュエット最高すぎんか。初っ端のほっぺツンツンとパペット可愛いすぎんか。てか、奥義くんよりも戦国なでこの方が背高いの意外やったな。おいくらめっちゃ変わってるやん。可愛いな。やはりなでこは良い。おいくら育ち、一つ良いこと言ってた。学校がなくなったくらいで人生は終わらない。問題は学校が全てだと周りも本人も思ってることだ。秒で流れてしまうワンカットに情報が膨大にあるから目を離せないし、何回も見ちゃう。小ネタが多すぎて実にシャフトだなぁとニヤニヤしながら感心する。おいくらさん、最後の最後で本性を表してて笑った。根が強いとこ変わってなくて安心だし、推しがたくさん動いてて最高。育ちお姉ちゃんこと、おいくらさんがすごいお姉さんになってて感動した。過去に似たような境遇があったからこそ今なでこには響くな。今回は物語シリーズ第3話、なで物語に対するネットの反応、感想を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。